スミス・エルダーカンパニーはイギリスの出版社。1816年から1917年まで出版活動を行い、英国人名事典などの出版物で知られた。ロンドンのウォーターループレイス15番地にあるスミス・エルダーカンパニーの事務所。ジョージ・スミスとアレクサンダー・エルダーによって1816年に設立され、1843年にスミスの息子、 ジョージ・マレー・スミスが引き継いだ。ジョージ・マレー・スミスの末娘の夫、レジナルド・ジェイ・スミスが1894年に参入して1899年に引き継いだが、彼が1916年12月26日に死去すると事業を引き継ぐ者がいなくなり、売却が決定された。その後、1917年5月に、ジョン・マレー社によって買収された。ロバート・ブラウニング、 ジョージ・エリオット、エリザベス・ギャスケル、トーマス・ハーディ、リチャード・ジェフリーズ、ジョージ・マクドナルド、チャールズ・リード、ジョン・ラスキン、アルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン、アルフレッド・テニスン、ジョージ・ギッシング・ラ・ビクトリア朝の作家の著作を多く出版したほか、英国人名辞典を出版したことで知られる。なお、英国人名字典については1917年にオックスフォード大学に譲渡され、大学はそれを オックスフォード大学出版局に与えた。雑誌では1841年よりロンドンエディンバラマガジンを1859年よりコーンヒルマガジンを出版した。ありがとうございます。